どうもこんばんは、大堀一二三でございます。顔を出すのは初めましてなんですけども、なかなかイケてない顔ですいません。でそれまた C で戻るんだけど、例えば今この F から今 G に今行きましたよね。ここの F とね G の間にもうワンコード入れるのよ。もうワンコードしたらね、またねこう違う雰囲気にこう聞こえてくるんですよ。この今ね、春がもう春よ、これっつったってもう春過ぎ去ったやないかとね。春も過ぎ去って、ああ暑い、毎回寝る時も寝苦しいね。もう外も昼間歩きゃ汗はだらだら出るし、アイス食べてとか思いながら早く家帰ってエアコンの中で寝たいとかね、思うような時期ですな。はい、こんにちは、大堀一二三でございます。さあ、いつものようになぜかにやけている大堀一二三でございますけどもね、完全コピーすることだけが意味があることじゃないんですよ。こうやってテクニックを広げるという意味においてはね、もっとこのことをしっかりとこうやってこういうちょっとした動きみたいなおかずみたいなものの画像をこうやって入れていけるようになることがテクニックの向上なんですね。もちろんコピーすることから始まるわけですけど、だけど長渕さんはそれだけを求めているわけじゃないはずです。スタンドちょっと開けてみましたね。えちょっとね、まあ、こんな感じになってて、これね5本入り、これ6000円ぐらいしましたけどね。ちょっとね、開いてみますと、ね、これ名前ギターラックっていうんだってさ。でこういう感じになってます。開いね、4ヶ月ぐらい前だったのかな。あの頃もうそんなねことを夢にも見なかったですし、まあ何度も言うようにね、数字がどうこうということでも全然ないんですけどね。ただやっぱりそれだけ多くの方に支持していただいているということが僕には本当に嬉しくてね、まあ、こんなに早く実現できると思ってなかったです。本当にいろんな方々のおかげで私大堀一二三、まあ10ヶ月目になるのかな、なります。まあ、200本超えて、そしてまあ1000人以上の方にまあ、チャンネルね支持していただいているということで、ほらねしっかりなってるでしょ。でこれつかねえつかねえじゃん要するにあれだな、充電しないと見えないみたいな。まあとにかくね、今日はねその開封で、あ、今つきました。はい、これです。あともう一発いくぜ。 OK、 みんな最後までいくぞ。めな YouTuber についてのスルなんか立てて、それでなんか人の批判ばっかりやってるやつもいるけどさ、でお前やったことあんのかって言いたくなるよ。拙い動画かもしれない、それがね作り込んだ動画かもしれない、どういう質のかは分かんないけど、みんな YouTuber の連中たちはね、いいも悪いも頑張ってるよ。そりゃ人の批判動画を作ってる奴らはね、ほんとバカだと思うけど、なんか心ね、ね、自傷行為をするような動画なんかも、そりゃまあ、ねえ、あれもダメだと思うけど、そんなことで受けを狙おうだなんて俺は思わない。
ツイキャス待ってますので、じゃあ皆さんさよなら、バイバイ、さよなら、じゃあね、どうもありがとう。